今日の行動は緊急な定期にもかかわらず、北海道から九州までたくさんの方々、そして多くの団体の賛同を得て開催されます。今日はこの場ではの呼びかけ人12人のうちからお二人に決意表明をいただいて、西岸デモに出発したいと思います。皆さんご協力よろしくお願いいたします。私は司会を、この場での司会を担当します呼びかけ人の一人でありますが、全国職権連の事務局長をしております坂口と言います。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、この場での発言を、まずお一人目、呼びかけ人の一人であります主婦連合会会長の山根香織さんにお願いいたします。皆様こんばんは。主婦連合会の山根でございます。お疲れ様でございます。今グアムで首席交渉官会合が開かれており、その後無理やり閣僚会合を開き、なんとか合意をと国民そっちのけで突っ走っている日本政府、その姿勢を許すことができません。 TPP は経済的メリットをもたらすという説明が全くの絵空事であることはもう疑いようのないことです。昨日の晩は TPP 参加交渉からの即時脱退を求める大学教員の会、TPP に反対する弁護士ネットワーク、そして主婦連が呼びかけ人となり、多くの賛同団体による取材でフォーラム、TPP 交渉を合意しないことこそ国益だを開催しました。著作権、農産品の扱い、ISDS 等々、私たち一人一人の暮らしに関わる大変なダメージ、深刻な影響を改めて確認し、世界各国で広がっている反対運動とつながって主権、人権を踏みにじる勢いに対抗し続けることを約束しました。秘密交渉で中身の示されない TPP もたくさんです。アメリカ大統領の任期に振り回されることもたくさんです。企業が国家を縛り、公共の利益、私たちの暮らしを壊す TPP はいりません。合意させないために頑張りましょう。どうもありがとうございました。発言の合間ですけれども、今日はキャンドル国会西岸デモっていう、多分西岸デモとしては初めての試みだと思いますけれども、明かりを持って、国会西岸に当たりたいということで、スタッフが、明かりを売ってますので、ぜひお買い求めいただいて、一人一人が一つずつ何らかの明かりを持つということにご協力いただきたいと思います。スタッフの皆さん、よろしくお願いします。それから皆さんお手元にこの水色の、今日のですね、次第等を書いたものをお手に取ってるでしょうか。これも今スタッフが配っておりますので、まだの方はぜひ手に取っていただきたいというふうに思います。それではこの出発集会にあたって2人目の、呼びかけ人からの、発言をお願いしたいと思います。2人目は、TPP 参加交渉からの即時脱退を求める大学教員の会呼びかけ人の一人であります東京大学名誉教授の大吾聡さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ご苦労様です。私は今日デモだということで、こういう少し若返ったスタイルでやってきました。 TTP は報道では大詰めだ大詰めだと言われますけれども、そう言われれば言われるほど
何が見えメリットなのかが全くわからない交渉になっているということが特徴ではないかと思います。むしろ分かってくることは、合意をしたらこういう不幸が起こるということばかりです。先日ロイターの調査でも、企業に TPP のメリットを何かと聞くと、特にないという答えが半分以上なんです。一体誰のためにこの交渉をやっているのかと。最近はもう結局日米同盟のためだ、中国包囲網だと、こんな話にもなってきてしまったわけですね。先日沖縄県の小長知事は、沖縄 JA の集会の場で、国会決議が求めた重要5品目が守られないなら交渉から撤退するという決議を今こそ思い起こすべきだと、こう発言されました。まさにこれが正論ですし、全国各地でこのような声が日に日に強まっていると思います。私たちはもうあと一歩で TPP を挫折、漂流させることができる状況になっています。最後の一押し、二押しで TPP を阻止するためにできるよう頑張りたいと思います。今日は精一杯デモ行進、私も頑張りたいと思います。皆さん一緒にやりましょう。どうもありがとうございました。もう一方、今日あの長崎で用事があったんですけども、そちらが駆けつけていただきました呼びかけ人のお一人です。あります、TPP 差し止め違憲訴訟の会幹事長で元農林水産大臣の山田雅彦さんにもあのご発言お願いしたいと思います。皆さん、TPP 言い始めてもう5年になります。政府がいよいよ本当にこれをなんとか潰さなきゃならない。で、むしろ当時アメリカに行った時はアメリカの総労同盟もまだはっきりと TPP については態度決めてないっていうことでしたが、今や末席になってアメリカの民主党も必死になって猛反対して、この何としても TPP 何としても阻止しなければならない、この日本もこの日本でも何としてもみんなの力を合わせて一番日本が打撃を受ける、この日本を本当に守らなきゃいけない。そういう意味であともう一踏ん張り、何としても今日お願いしたいと思います。参加の皆さん大変ご苦労様です。デモの出発時刻が7時です。大変恐縮なんですけども、あと5分ほどですね、この場で待機をお願いしたいという側に思います。あの先ほど来お願いしている通り、今日はキャンドルデモと、キャンドルデモということで、目打っています。今私たちの仲間がですね、キャンドルを1つ100円でお譲りしています。ぜひともですね、参加をされた皆さんが全てですねお買いいただけるようにお願いをしたいという側に思います。7時にここを出発した後ですね、大蔵省財務省上から請願更新に入ります。その後、衆参の議面を通ってですね、旧永田町小学校、ここで解散になります。ほぼ30分ちょっとのデモ行進だと思っています。その後8時からですね、第2議員会館前で国会に向けたアピール行動を行います。あの今日参加された皆さんがですね、そのアピール行動にも結集していただくようにですねお願いいたします。
デモ隊列ですけども二定団で行きます。先頭が市民団体、それから市民の皆さん、地方から参加をされた皆さんということで、東都選挙まで、ここまでがですね、第一定団としてデモに出発をします。その後、農民連の皆さんを先頭にですね、近県または首都圏のですね、労働組合の皆さん、その他の皆さんがですね、デモに続いていくということで、ご協力をですね、よろしくお願いします。出発までもうしばらくお待ちください。そこをあれして、手入れて、これ積んで取って、これ信号ちょっとそのままアウトして、第一定団は市民団体の方も一緒ですので、デモの後方にいらっしゃる市民団体の方、はい、市民の方、前の方で、前を向いてください。出発です。出発です。じゃあ出発をします。はい、デモ出発をします。はい、デモ隊の前、広く開けてください。そこ急いで待ってください。第一定団、市民団体と出発をお願いします。出発してください。出てください。市民団体と市民の皆さん、地方の方々が第一定団です。東都選挙まで、農民連の前まで第一定団として、でも第一定団出発しています。それでは、5.20 TPP 緊急国会行動にご参加の皆さん、ただいまから、国会に向けて、デモ行進を行います。
元気よく TPP 反対、TPP やめろの、大きな声で国会まで、届けたいというふうに思います。それでは、早速スピレッコールを行っていきます。スピレッコール、スピレッコール、TPP 交渉反対、TPP 交渉反対、秘密交渉はやめろ、秘密交渉はやめろ。農産物の輸入拡大反対、農産物の輸入拡大反対、米の輸入拡大反対、米の輸入拡大反対、医療を壊す TPP はいらない、医療を壊す TPP はいらない、暮らしを壊す TPP はいらない、暮らしを壊す TPP はいらない、国会決議を守れ、国会決議を守れ、国民の声を聞け、国民の声を聞け、交渉反対、はい、ゲスト、はい、第2ゲーター出発をします。 TPP 交渉反対、 TPP 交渉反対、秘密交渉はやめろ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 。農産物の方が分かれば全部連絡してやつだけど、輸入拡大反対、米の輸入拡大反対、米の輸入拡大反対、医療を壊す TPP はいらない、国会決議を守れ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 、国民の声を聞け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 、地域を壊す TPP はいらない、地域を壊す TPP はいらない、農業を潰す TPP はいらない、
官庁、右手の方に外務省、TPP 交渉の中心の省庁のところを通っております、それぞれの省庁に向けて、元気よくスプレッコールを行っていきます。スプレッコー、スプレッコー、 TPP 交渉反対、TPP 交渉反対、 TPP 交渉反対、秘密交渉はやめろ、秘密交渉はやめろ、秘密交渉はやめろ、農産物の輸入拡大反対、農産物の輸入拡大反対、日本農業を守れ、日本農業を守れ、食の安全を守れ、食の安全を守れ、米の輸入拡大反対、米の輸入拡大反対、勝手な交渉はするな、勝手な交渉はするな、国会決議を守れ、国会決議を守れ、TPP はいらない、 TPP はいらない、地域を守ろう、地域を守ろう、 TPP はいらない、 TPP はいらない、医療を守ろう、医療を守ろう、 TPP はごめん、 TPP はごめん、労働を守ろう、労働を守ろう、 TPP はいらない、秘密交渉はやめろ、秘密交渉はやめろ、暮らしを壊す TPP はいらない、暮らしを壊す TPP はいらない、国会決議を守れ、国会決議を守れ、国民の声を聞け、国民の声を聞け、 TPP 交渉反対、TPP 交渉反対、 TPP 交渉反対、 TPP 交渉はやめろ、 TPP 交渉はやめろ、秘密交渉はやめろ、秘密交渉はやめろ、農産物の輸入拡大反対、農産物の輸入拡大反対、
医療を壊す TPP はいらない。地域を壊す TPP はいらない。農業を潰す TPP はいらない。食の安全を壊す TPP はいらない。賃金下げる TPP はいらない。震災復興に TPP はいらない。大企業優先の TPP はいらない。 TPP 交渉反対。 TPP 交渉は直ちにやめろ。拡大反対。医療を壊す TPP はいらない。暮らしを壊す TPP はいらない。国会決議を守れ。勝手な交渉はやめろ。勝手な交渉はやめろ。国民の声を聞け。農民の声を聞け。消費者の声を聞け。地域を壊す TPP はいらない。農業を潰す TPP はいらない。食の安全を壊す TPP はいらない。医療を壊す TPP はいらない。賃金下げる TPP はいらない。暮らしが大事。
TPP はいらない TPP はいらない、紳士を守ろう紳士を守ろう、さよなら TPP さよなら TPP、 農業を守ろう農業を守ろう、さよなら TPP さよなら TPP、 医療を守ろう医療を守ろう、さよなら TPP さよなら TPP、さよなら TPP さよなら TPP、 医療を守ろう医療を守ろう、 TPP はいらない TPP はいらない、地域を守ろう地域を守ろう、 TPP はいらない TPP はいらない、医療を守ろう医療を守ろう、 TPP はいらない TPP はいらない、医療を守ろう医療を守ろう、さよなら TPP さよなら TPP、 地域を守ろう地域を守ろう、さよなら TPP さよなら TPP、 農業大事じゃあちょっと今からください TPP 国会行動ご参加の皆さん大変ご苦労さんです。この場所から国会請願デモへと切り替わります。残り方は一旦畳んでいただきますようよろしくお願いします。国民の請願権に基づく行動でありますが、平穏の方針を盾にして警察から必要な攻撃ありますけども、一旦ここでは旗を下ろしてください。出発審査でも強調されたように TPP 交渉もいよいよ大詰めです。しかし私たち市民消費者労働者の声で TPP 交渉を断念に追い込む、そういう現場を切り開いています。その国会に向けて TPP 交渉から脱退しろ、秘密交渉はやめろ、この声を国会にぶつけて参りましょう。最後までのご奮闘よろしくお願いいたします。5.20TPPQ 国会行動参加の皆さん大変ご苦労さんです。市民の声、消費者の声、農民の声、労働者の声を聞け、国会に私たちの道義ある大義ある声をぶつけてまいりましょう。最後までのご奮闘よろしくお願いします。TPP はいらない。震災復興 TPP はいらない。震災
いらない。TPP はいらない。TPP はいらない。命が大事。命が大事。TPP はごめんだ。TPP はごめんだ。暮らしが大事。暮らしが大事。TPP はいらない。TPP はいらない。地域を守ろう。地域を守ろう。さよなら TPP。さよなら TPP。農業を守ろう。農業を守ろう。TPP はいらない。TPP はいらない。医療を守ろう。医療を守ろう。TPP はいらない。TPP はいらない。労働を守ろう。労働を守ろう。TPP はいらない。TPP はいらない。医療を守ろう。医療を守ろう。地域を壊す。TPP はいらない。地域を壊す。TPP はいらない。医療を壊す。TPP はいらない。医療を壊す。TPP はいらない。農業を潰す。TPP はいらない。農業を潰す。TPP はいらない。食の安全壊す。TPP はいらない。食の安全壊す。TPP はいらない。さよなら TPP。さよなら TPP。農業大事。農業大事。さよなら TPP。さよなら TPP。医療を守ろう。医療を守ろう。さよなら TPP。さよなら TPP。労働を守ろう。労働を守ろう。TPP はごめんだ。TPP はごめんだ。TPP はいらない。TPP 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 はいらない。命が大事。命が大事。TPP はいらない。TPP はいらない。地域を守ろう。地域を守ろう。さよなら TPP。さよなら TPP。農業大事。農業大事。さよなら TPP。さよなら TPP。労働を守ろう。労働を守ろう。TPP はいらない。TPP はいらない。いらない。TPP はいらない。地域を壊す。TPP 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 はいらない。食の安全壊す。TPP はいらない。食の安全壊す。TPP はいらない。TPP はいらない。TPP はいらない。みんなで止めよう。みんなで止めよう。さよなら TPP。さよなら TPP。TPP はいらない。TPP 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 はいらない。暮らしを守ろう。暮らしを守ろう。さよなら TPP。さよなら TPP。命が大事。TPP はいらない。TPP 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 はいらない。さよなら TPP。さよなら TPP。暮らしが大事。TPP はいらない。TPP はいらない。
してください先。それでは皆さん残りわずかで頑張って、ね、頑張っていきましょう。Thank you.
が大事。 TPP はごめんだ、 TPP はごめんだ。暮らしが大事、暮らしが大事。 TPP はいらない、 TPP はいらない。地域を守ろう、地域を守ろう。さよなら TPP、 さよなら TPP。 農業大事、農業大事。 TPP はいらない、 TPP はいらない。労働守ろう、労働守ろう。 TPP はいらない、 TPP はいらない。医療を守ろう、医療を守ろう。暮らしを守ろう、暮らしを守ろう。 TPP を止めよう、 TPP を止めよう。一緒に止めよう、一緒に止めよう。 TPP はいらない、 TPP はいらない。命が大事、命が大事。 TPP はいらない、 TPP はいらない。暮らしが大事、暮らしが大事。 TPP はいらない、 TPP はいらない。地域を守ろう、
TPP はいらない。公正委員会の TPP 緊急国会行動にご参加の皆さん、大変ご苦労様です。こちらは参議院請願受付になります。今代表の方から請願の請願書の提出が行われました。国会決議に反する交渉は何としても阻止するよう毅然たる態度で臨んでいただきたいと思います。それでは国会議員の皆さんと共に力強く祝福コールを行っていきたいと思います。祝福コール、祝福コール、 TPP 交渉反対、 TPP 交渉反対、秘密交渉はやめろ、農作物の輸入拡大反対、米の輸入拡大反対、医療を壊す TPP はいらない、暮らしを壊す TPP はいらない、国会決議を守れ、国会決議を守れ、国民の声を聞け、国民の声を聞け、国会内外で共に戦おう、国会内外で共に戦おう、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 ありがとうございました。それではデモ行進の皆さんはこの後終点まで、指示があるまでですね、行進をしていただき、この後の議員会館前アピール集会の方に撤収をお願いいたします。どうもご苦労様です。TPP はいらない、地域を守る。
そういうめちゃくちゃな条約、規定なんです。ですから常々私はこの TPP 交渉、19世紀型の植民地化的な経済覇権主義そのものだと言わざるを得ないと思っている。まあ、いろんな分野ではそういうアメリカの投資家保護規定、市場開放規定、紛争解決規定、それを作るわけですから、日本に医療の分野であらゆる儲け口を保障しようと画策されます。まあ、そういう中で医療の分野に営利病院の経営をさせる、これが大きな問題です。まあ、今日本では皆保険制度、公的医療保険制度、そういう中ですから、そこで営利を追求しようとすることは、すなわち混合診療の解禁をさせると、まあ、そういうところを狙っているわけです。目下のところはやっぱり保険薬として承認する、そういう過程、薬価基準制度、そういうところが甚だ透明性がない、手続き保障がないということで、日本の薬事行政に首を突っ込んでくる、手を突っ込んでくる、そういう危険です。この10年代アメリカは単一要求として新薬創出加算の未来永久化と、そして外国薬価薬剤の再算定ルール、市場拡大薬剤の再算定ルール、そういうところを取っ払うと、薬価公約化を、この10年代アメリカは単一要求として突きつけている。ですからそこに薬事行政に拡大、そして首を突っ込んでアメリカの公約化で合理を貪ろうと、まあ、そういうところが狙われる。そしてまた SPS 条項を通じて本当に国民の命健康、そういうところを見て事前に規制をかける、そういうところができなくなる。そして皆さんご承知のように特許の問題です。もうこれ本当に診断するにも、そして治療するにも、手術方法にも、そんなところにまで特許を認めさせようと、こんなことがされたんでは日本の医療、さらにアメリカの合理の貪る餌食にされない。まあ、そういうことないように最後の最後まで皆さんともに頑張りましょう。はい、ありがとうございました。それでは引き続いてスピーチをお願いいたします。本日の行動にはですね、なんと遠く北海道から、農民団体、2団体がお越しいただいています。それぞれスピーチをお願いしております。まず1団体目がですね、農民運動全国連合会会長の白石純一さん、お願いいたします。ご紹介いただきました、農民運動全国連合会の白石でございます。私のうちもちょうど、田植えをやっておりまして、猫の手も使いたい、まあ、そういう時期でもございますが、なんとしてもこの TPP 阻止をしなきゃならん、その一心で駆けつけてまいりました。共に頑張りましょう。今年は全国の農家の皆さん、大変大きな不安の中で田植えの時期を迎えております。その一つは、この今日の行動の取材であります TPP の問題です。日本政府は一切の情報を提示しないまま、両方に次ぐ両方を、重ねている、そういう危険があります。米の特別枠、そして牛肉、豚肉の関税を引き下げる、こういうことが伝えられておりますけれども、こんなことは国会決議に真っ向から違反しているではありませんか。なんとしてもこの国会決議を、守らせるためには撤退以外にないではありませんか。まずこのことを強く申し上げたいというふうに思いますし、こんな態度を取っている日本政府、全国の農家の皆さん、本当に遺憾に怒ってこのことを眺めているということを肝に銘じてほしいというふうに思います。そもそも
この米の問題、ミニマムアクセス米で年間77万トンの輸入が行われております。そのうち半分近い36万トンがアメリカから固定的に輸入をされております。ミニマムアクセス米にしても輸入特別枠にしても、アメリカの圧力に弱い日本政府の姿勢が表れているのではありませんか。国会決議にとって直ちに TPP 交渉から撤退することを再度強く求める次第であります。もう一つは米価の下落に歯止めがかかっておりません。今年も生産品割れの米価だったらどうしようか、これが今農家の皆さんの大きな不安であります。政府は価格は市場で決まるもんだとして一切の有効な手立てを取っておりません。しかし今までを見てみますと不十分ではありますけれども、何らかのこの米価対策やってきたのがこの間の対応であります。なんでやれないのか、それは TPP 推進を狙んでその輸入前の枠を開けるためにその対応をやっているというふうに考えざるを得ません。今のこの政府の対応はミニマムアクセス米にしてもこの特別枠にしても許せない中身であります。皆さん、交渉の上でも国内対策の上でも自国の国益、これにも反し、国民を犠牲にしても構わないという、こういうやり方は断固として許さない。このことで一緒に頑張っていこうではございませんか。アメリカは、南北アメリカ大陸の43カ国による米、自由貿易構想を進めた経過がございます。10年にわたって交渉をやりましたけれども、とうとう2005年に破綻をしております。アメリカの強権的な態度、それは決して通ることはないんだと、 TPP もこのことにならん撤退、そして即刻 TPP をやめさせる、そういうことに大いに力を注いでいこうではございませんか。そのことを申し上げて発言といたします。ありがとうございました。それではですね、国会議員の方がお越しいただいてますので、ご紹介をいたします。その前にですね、本日の請願デモにあたってですね、4党の党、そして個別の議員の方々に、請願受けのご依頼をしてまいりました。その4つというのが、民主党、共産党、社民党、そして生活の党、山本太郎と仲間たちの4党です。で、今日ですね、先ほど請願を受けてくださったのが、民主党、そして共産党の2党でございました。で、その今お越しいただいていますのが、ご紹介いたしますが、日本共産党の、参議院議員上智子さんです。こちらに、すいません、ちょっと高いんですけれども頑張って上がってください。もう一方、日本共産党衆議院議員の畑山和也さんです。お二方代表いたしまして、上さんから一言お願いいたします。緊急行動に参加の皆さん、ご苦労様です。日本共産党の上智子でございます。今日は衆議院の畑山和也さんと一緒に激励のご挨拶に参りました。よろしくお願いいたします。畑山さんはこの間官邸前の行動にも参加してますけども、毎回今日もそうですけども TPP 反対のネクタイをつけております。私はちなみにこのバッジをですね、いつも空でも分かる TPP のバッジをつけさせていただいております。で、今お話がありましたように国民の声を一切聞かずに
外国に行っていろんな約束をする安倍総理、本当に許せないと思います。4月28日のあの日米首脳会談で TPP に関わっては2つのことを言いました。その1つは今米国内において話し合われている TPA 法案が審議が進んでいることを歓迎すると、こういうことを言いました。そしてもう1つは日米間において甘利担当大臣とフロマン氏の話し合いの中で両国にとって残っていた課題が前進しつつあることはいいことだと。で、日本とアメリカがこれを推進することが全体を妥結に向かわせるその船目になるんだということを言っています。とんでもないというふうに思います。まずこの TPA の問題で言いますと、これは実は今回出されている TPA は修正が加えられていて、もともと大統領の権限にということになっていたものに、上院下院のどちらかでこれに対して異論が出れば結局また見直しをかけざるを得ない状況に修正されるという中身が入っているということですから、一旦決めたとしても再交渉を求められる可能性があるという問題、そして TPA 法案の中身そのものに重大な問題があると私たちは思っています。結局皆さん、この法律というのは米国の獲得する中身、各国との交渉で米国が獲得しなきゃいけないのは何かってことが書いてあるわけです。例えばその中では関税の問題はもうアメリカの基準に合わせていくと、アメリカと同水準かそれよりも低く相手国に対しては迫らなきゃいけないということになっていることや、表示問題などを含めて要はアメリカ水準に合わせさせようと、こういう中身がある中でこれが早期に決まってしまうということは私たち日本の国民にとってどういうことなのかと、政府は早く決めるようにと、それが妥結するための前提だと言ってますけども、とんでもない、国民にとってはむしろマイナスの、さらに一層厳しい要求を突きつけられる可能性があるのではありませんか。この問題が一つの問題としてあります。そしてもう一つはやはり政府はすでに牛肉豚肉の関税の大幅引き下げについては合意をしていると言われております。さらに今残っているのは何かというと、アメリカ産の米の大幅なこのミニマムアクセスの枠外ですね、この輸入枠の大幅な拡大という問題が今残っているということが言われているわけでありまして、これまたすでに公約に反してこれまで散々聖域は守るんだと、国会決議は守るんだと言ってきたけれども、もうすでにこの水面下では次々と破っているというのが実態ではないでしょうか。こんな公約に反は絶対許されないと思います。皆さん、この TPP 撤退を向けて私たち全力を挙げて最後まで撤退しきるまで頑張る、何より各国の主権を守り、経済主権、食料主権、そして地域経済をダメにするようなこのような TPP からは断固撤退を求めて引き続き全力で頑張ってまいります。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。はい、上さん、畑山さん、ありがとうございました。それから 1.5 報告ですが、先ほど民主党の参議院議員徳永恵里さんが、請願を受け付けてくださったんですが、引き続いてここに来てアピールをくださる予定だったのですが、ちょっとどうしても休養が入って来られないと今たった今伺いました。ですが、皆さんと一緒に、頑張るという決意もいただいておりますのでご報告をいたします。それでは引き続きまして、やはりですね、今日遠方から多くの方も駆けつけてくださっております、岩手県からお越しの方です。政教の分野ですけれども、岩手県、政教連の専務吉田俊恵さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。岩手の政教から参りました吉田と申します。岩手県内では政教以外に農協さん、漁協さん、それから消費者団体の労働団体52の団体が
県民会議を作ってもう岩手一丸になって TPP を反対しております。6月1日にも大集会をやる予定なんですけれども、今日はもういても立ってもいられずこの場に参りました。TPP についてはもういっぱい言いたいことがあるんですけれども、2つだけ言わせてください。1つはですね、 TPP は復興には全く役に立たないどころかもう邪魔になるだけなんです。はい、TPP、被災地はですね、ピーク時からまだ3割の方しか住宅には移れてなくて、7割の方が仮設にまだ住んでるんですね。まだまだなんです。なのに政府は5年間の復興集中期間が切れるからと言って切り捨てようとさえしてます。そうした中で TPP など本当に許せないです。地方や被災地を切り捨てるような成長はありえないと思います。それが1点です。2つ目は食料についてです。私は日本政府ほど食料生産についてないがしろにしている国はないと思います。成長成長と言いますけれども、太陽の光を2倍にすることはできないし、台風の進路を変えることもできないんですよ。そういう中で去年と同じように作るのさえ大変なことなんです。なのに成長しろ成長しろとか過保護だとか言って毎年毎年生産者をいじめてストレスを与えて、こうやってこう辛い思いをさせるっていうことが私にはどうしても許せません。生産者を苦しめるような日本で私たち消費者も安心して食べ物は食べれません。本当に今回の TPP は絶対阻止したいということで、岩手も一生懸命頑張ります。全国の皆さんと一緒にやりたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは引き続きましてスピーチをお願いいたします。北海道農民連盟委員長の石川澄夫さん、よろしくお願いいたします。なおですね、北海道の選出の国会議員の方で衆議院議員の、佐々木孝弘さんも、民主党北海道代表ということで、実は今日一参加者として、一緒に参加をしておりますので、私からですが触れさせていただきます。佐々木さん、ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。集会にご参照の皆さん、大変ご苦労様です。私は北海道、空知というところがありまして、空知月形町と言います。歴史の知っている方なら、かばと監獄ってよくご存知かなと思います。囚人がいた頃ですね、明治時代に囚人を集めて、改革をした、そういうところでございます。くしくも今北海道は田植えの真っ最中です。今 TPP でお米がどうなるか、先ほど皆さん言われた通りもう決まってるんじゃないか。牛肉豚肉については関税がもうだいぶ下げられたんじゃないか。米については一部報道でアメリカから21万5千トンの提示があった。輸入する民間アクセス前の他に増枠しろと。その前に日本から5万トンの提示があったんじゃないか。これはどういうことか。完全にこの TPP は身売り交渉なんです。自分からそういうものを条件を出して自動車あるいは工業の一部の工業の企業のために身売りした、日本を身売りした、そういう交渉だと私は思っています。今農業と工業とそういうふうな姿勢でやってますけども、それはその5年前この TPP 交渉が始まった時に私たちもそう思ってました。しかし我々もいろいろ勉強させていただいてやった中で、これは違う、これは国民自体が危ない、国が本当に存続するかどうか、これは極めて危ない交渉なんだ。それを含めて我々農業団体も農家、農業だけじゃない、
国民だって危ない、こういう交渉なんだ、秘密交渉なんだ、そういうことをずっと訴えてまいりました。先ほど16日に北海道で JA さんと一緒になって TPP 交渉について国会決議を遵守しろと、そういう形の中で州大会等デモ行進もさせていただきました。そして今年地方統一選でございました。その中で全道の市町村長さんに向けて我々の思いを訴え、それに同意していただいた市町村長さんには同意の署名をいただきました。それを本日農水省の林農水大臣に向けて提出をしてまいりました。そして道内選出の国会議員の先生方にもその旨、その同意書を提出させていただきました。北海道はオール北海道でこの TPP に対し反対、即時撤退を主張してまいります。どうぞ皆さんも一緒になって頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。それでは、アピールとしては最後の一人になります。今回の行動の呼びかけ人の一人でもあります、TPP に反対する弁護士ネットワーク事務局長の中野和子さんです。よろしくお願いいたします。各地からお集まりの皆さん、ご苦労様です。私、昨日もフォーラムを行いましたけれども、この TPP がいかに売国的かということをさらに感じました。安倍首相は愛国心ということをよく言います。そのお友達たちも愛国心と言います。ただ私が思いますのは、このように ISDS で主権を売り渡してしまう、司法を日本の司法をないがしろにしてしまうような、このような交渉を続けていく、このような協定を結ぼうとすること、これこそ愛国心があれば絶対にできないのではないかと思うんですね。私たちの主権をどうして外務省や一部の交渉官によって他国に売り渡さなければいけないのか、それが私は非常に残念でなりません。そして怒りを覚えます。また人権の観点から言っても、私たちの人権は私たちが国会を通じて国民の代表、国会議員の皆さん、その人たちを通じて私たちの人権を守る、そういう法律を作って、誰からも侵害されないようにしてきた。これがたった一つの外国投資家企業によって、それをできなくさせてしまうような、そのような ISDS を入れてどうして私たちの人権が守れるのでしょうか。そして私たちは他国の国民の人権も考えなければいけません。この ISDS によって他国の人々、弱い立場の人々の人権を守れなくなる、そのようなことを許して私たちはノーノーとしているわけにはいかないんです。ですからこの TPP に入っている全ての国の皆さんと一緒になって私たちの人権、そして主権を守りましょうと手を携えていかなければならないと思います。どうしてもこの TPP やめさせなければならない、潰さなければならないと思います。これからも皆さん一緒に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。それではここでですね、今日の行動を締めくくるアピールの採択をしたいと思います。皆さんお手元にですね、デモ出発の際にお配りしている、水色の紙、これをお出しください。この中に、今日の緊急行動のアピール案というのが刷ってありますので、これから、全農協労連の
宮崎陽子さんに読み上げていただきますので、ご一緒に見ながら確認をお願いいたします。では宮崎さんお願いいたします。全農協連の宮崎です。どうもお疲れ様です。今からアピールの方を提案させていただきます。 5.20TPP 緊急国会行動アピール案。政府安倍内閣は今こそ TPP 交渉を断念し撤退すべきです。 TPP 交渉は開始以来5年以上が経過しているにもかかわらず、この間私たちには交渉内容は一切知らされず、国会議員への情報開示関与さえ認められていません。もちろん私たちの要求を交渉の場に反映させる機会も与えられないままです。民主主義社会では当たり前の権利が TPP 交渉では否定されているのです。 TPP 交渉が未だに決着できないのは多国籍大企業の利益を求める一方で、弱い立場の人々、地域、産業、国への配慮、命に関わる医療、食の安全への配慮を置き去りにするものであり、各国経済の健全な発展や固有の社会制度を破壊するものだということが明らかになっているからです。TPP 交渉の山場といわれる今日、ここに集まった私たちは声を大にして主張します。交渉の秘密性、そして交渉されている内容は立法府たる国会の決議さえ無視したものであり、到底認められるものではありません。今こそ政府は交渉経過を明らかにして、国民、国会による検証に委ねるとともに、有断をもって TPP 交渉を断念することを求めるものです。2015年5月20日、5.20TPP 緊急国会行動、参加者一同、以上です。はい、では改めて皆さん、拍手を持ちして、このアピールを採択したいと思います。はい、ありがとうございました。ではこのアピールは、早急にですね、内閣総理大臣安倍晋三宛てに、提出をいたしたいと思います。それでは皆さん、最後になりますが、コールをして、締めくくりたいと思います。閣僚会合があるのかどうかまだわからないというですね、非常に腹立たしい状況があります。一点だけ、私は強く皆さんにお伝えしたいんですが、今例えばアメリカでは私たちと同じように、草の根の運動がなんとか TPA を止めよう、そして TPP を止めようと這いつくばって頑張っています。それから他の国でも秘密主義の問題、それから命は売り物ではないというですね、強い怒りの、怒りを持って仲間たちが運動しています。今日のこの私たちの行動もそうした、国内海外の仲間たちと一緒にやっているということを、強く、確認をして、励まし合って、運動を続けていきたいと思います。コールをしてくれるのはですね、いつも私たちもうちょっと向こうの官邸前で、毎月1回アクションをやって、もうこの8月で3年を迎えるんですね。そんなにやってるのかと、いい加減嫌になりますけれども。だけど、TPP 交渉をぶっつぶすまで続けるぞといつも思っています。皆さんも同じだと思います。最後に元気にコールをして締めくくりたいと思います。では舞子さんお願いします。シュブレヒコーン。暮らしを壊す TPP はいらない。暮らしを壊す TPP はいらない。大企業優先の TPP はいらない。大企業優先の TPP はいらない。地域を壊す TPP はいらない。地域を壊す TPP はいらない。農業を潰すTPP はいらない。農業を潰す TPP はいらない。地域を壊す TPP はいらない。地域を壊す TPP はいらない。食の安全壊す TPP はいらない。食の安全壊す TPP はいらない。
災復興。大企業優先の TPP はいらない。TPP はいらない。 TPP はいらない。 TPP はいらない。食を守ろう。食を守ろう。 TPP はいらない。 TPP はいらない。地域を守ろう。地域を守ろう。 TPP はいらない。 TPP はいらない。医療を守ろう。医療を守ろう。 TPP はいらない。 TPP はいらない。TPP はいらない。 TPP はいらない。今すぐ撤退。今すぐ撤退。 TPP を止めよう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 。